第216弾。西明寺の入道、鶴ヶ丘の社参のついでに、足利の様の入道のもとへ、まず使いを使わして立ち入られたりけるに、主設けられたりけるよう、一献に打ちあわび、二献にエビ、三献に貝もちいにてやみぬ。その座には、亭主夫婦、流弁僧正、主方の人にて座せられけり。さて、年ごとに賜る足利の染め物、心もとなく候。と申されければ、用意し候。とて、いろいろの染め物30、前にて女房どもに小袖に調ぜさせて、後に使わされけり。その時見たる人の近くまではべりしが語りはべりしなり。第217弾。ある大福長者のいわく、人はよろずを差し置きて、ひたふるに徳をつくべきなり。貧しくては生けるかいなし、止めるのみを人とす。徳をつかんと思わば、すべからくまずその心遣いを修行すべし。その心というは他のことにあらず、人間常住の思いに従して、仮にも無常を感ずることなかれ、これ第一の用心なり。次に、万事の用をかなうべからず、人の世にある自他につけて諸願無量なり、欲に従いて志を遂げんと思わば、100万の銭ありというとも、しばらくも重すべからず。諸願はやむときなし、宝は作るごあり。限りある宝を持ちて、限りなき願いに従うこと、うべからず。諸願心にきざすことあらば、我を滅ぼすべき悪念きたれりと、固く慎み恐れて、小用をもなすべからず。次に、銭をやっこのごとくして、使い用いるものと知らば、長く貧苦を免るべからず。君のごとく、神のごとく恐れ尊みて、従え用いることなかれ。次に、恥に望むというとも、怒り恨むることなかれ。次に、正直にして、役を固くすべし。この義を守りて利を求めん人は、富の来たること、火の乾けるにつき、水の下れるに従うがごとくなるべし。銭積もりて尽きざるときは、縁因、生殖をこととせず、虚所を飾らず、諸願を上ぜざれども、心、とこしなえに、
安く楽し。と申しき。そもそも人は諸願を成善がために宝を求む。銭を宝とすることは願いを叶うるがゆえなり。諸願あれども叶えず、銭あれども用いざらんは、全く貧者と同じ。何よか楽しびとせん。この掟は、ただ人間の望みを断ちて、貧を憂うべからずと聞こえたり、欲を乗じて楽しびとせんよりは、しかし宝なからんには、よう、そをやむ者、水にあらいて楽しびとせんよりは、やまざらんにはしかじ。ここに至りては、貧富、湧くところなし。苦境は、利息に等し。貪欲は、無欲に似たり。第218段。狐は人に食いつくものなり。堀川殿にて、とねりが寝たる足を狐に食わる。仁和寺にて、夜本寺の前を通る下法師に、狐三つ飛びかかりて食いつきければ、刀を抜きてこれを防ぐ間、狐二匹をつく。一つは突き殺しぬ。二つは逃げぬ。法師は余ったところ食われながら、ことゆえなかりけり。第219段。市場の校門命せられていわく、辰脇は道にとりてはやんごとなきものなり、先日来たりていわく、丹旅の至り極めて荒涼のことなれども、横笛の五の穴はいささかいぶかしきところのはべるかと、ひそかにこれを存ず。そのゆえは、缶の穴は表情、五の穴は下無情なり、その間に小説情を隔てたり、情の穴、相情、次に不祥情を起きて、策の穴、大式情なり、その次に、乱形状を起きて、中の穴、万式状。中と六との合わいに、新鮮状あり。かように、ママに、皆一律を盗めるに、五の穴のみ、上の間に調子を持たずして、しかも、間を配ること等しきゆえに、その声不快なり。されば、この穴を吹くときは、必ずのく。のけあえぬときは、ものに合わず。吹きうる人、かたし。と申しき、両県の至り、まことに今日あり、先立ち後世を恐るということ、このことなり。とはべりき。
た日に影持ちが申しはべりしは、将は調べおうせて持ちたれば、ただ吹くばかりなり、笛は吹きながら息のうちにて、かつ調べもてゆくものなれば、穴ごとに口伝の上に小骨を加えて心を入るること、五の穴のみに限らず、ひとえにのくとばかりも定むべからず、悪しく吹けばいずれの穴も心よからず、上手はいずれをも吹き合わす、両立のものにかなわざるは人の戸がなり、器物の質にあらず。と申しき。第220段。何事も変度は卑しく堅くななれども、天王寺の武学のみ都に恥じず。といえば天王寺の霊人の申しはべりしは、当時の学はよく図を調べ合わせて、物の根のめでたく整おりはべること、他よりも優れたり、ゆえは大使の御時の図、今にはべるを博士とす。いわゆる六字堂の前の鐘なり、その声大式場のもなかなり、官所に従いて上がり下がりあるべきゆえに、二月涅槃会より少量会までの中元を指南とす。悲壮のことなり、この一条氏を持ちていずれの声をも整えはべるなり。と申しき。およそ金の声は大式場なるべし、これ無常の調子、祇園精舎の無常院の声なり、西園寺の鐘大式場にいらるべしとて、あまたたびいかえられけれども、かなわざりけるを音楽より尋ねいだされけり、上金剛院の鐘の声、また大式場なり。